はい、こちら酒井養魚場さんの3家、明け2歳のオスメス、メサイズが20何センチです。お願いします。はい、こちらもですね、酒井さんより小さいうちに仕入れてですね、まあ、1日3回ぐらいの餌で5トンぐらい抜けてですね、仕上げながら、飼っております。こちらも色も赤くですね、色揚げを与えてるんですが、それほども黄ばまないタイプ、そして模様、墨質、バランスの取れた模様が非常に気に入っております。はい、じゃあまず鯉の形を見ていただきたいですが、小さいながら太みもあります。目幅もあり、素晴らしい体型、そして、白地から、ツボから墨が浮かび上がってきました。1ヶ月ぐらい前は全然ここの墨も青墨でなかったんですが、ここ最近になってちょっと水温下がってきたら一気に出始めてきました。出ている墨、上質な墨ですね。玉墨がパラパラ出ております。はい、反対側、ここにもあります。ここにもありますね、背びれの後ろ。こことここ出てくるといいですね。ありますので期待できますよ。はい、お腹の方ですね。こちらもスメスはっきりしませんでした。まあでもまあ、このサイズですと、もう本当に仕上げて飼っていただいてですね、今27センチですので30センチぐらい飼っていただいてですね、まあ秋に向けて、大会に向けてですね、品評会お好きな方は品評会にも使えますし、いい産機を探しの方にはぴったりかと思います。流れるような模様、なかなかいない模様でいいなと思いますよ。はい、このぐらいのサイズって意外といないですか。そうなんですよね。やっぱりあとはここの墨と反対側にもう一個出るとさらにいいですね。本当に何かの加減で急に出てくるので、これもいい炭、出ている炭は黒黒しているので、炭が出てあと1ヶ月2ヶ月したらもっと見栄えは変わってきますね。はい、結構お頭もぐっとに太いので、体つきもいいっぽいだなと思っております。はい、いかがでしょうか。こちら酒井養魚場さんの3家、明け2歳オスメス、メサイズが27センチになります。ぜひよろしくお願いします。